45秒何ができるっていうとですね、このかき氷の投入飲料の紹介でございます。さあ、ということでですね、こちらには、えー、練乳、いちご風味と練乳風味の2つがございます。カロリーはこんな感じ。カロリーじゃないわ。原材料、こんな感じです。えー、いちご味の方はトマト色素が入っている感じですね。 そして、えー、カロリーについてもですね、いちごの方が若干カロリーが少ない。そして上にはかき氷にしても作れるよという紹介がございます。ということで、あとはに、ね、よくある、ね、大豆飲料だから、まあ、試し飲んでみてくださいみたいな感じのわけでございます。さあ、ということで今回、かき氷の味がする丸さんの豆乳料をご紹介でした。